今回ご紹介するのは可愛らしいコンテナハウスのお店、セルリアンカフェです。坂本さん、はい、お店自体の雰囲気も素敵ですね。はい、ありがとうございます。もうこういうのにしたいと思って、はい、もうずっと夢見てたんですよ。へー、すごい。はい、私が作ってるデニムをリメイクしたトートバッグとか、あとはあの宮崎とか県外の作家さんもいるんですけどの作ったあの可愛い商品とかを販売してます。デニム自体はどんなデニムなんですか？古着のデニムをリメイクしたバッグになってるんですけど、一番人気なのはトートバッグです。あの内側にペットボトルとか水筒とか日傘とかを立てれるように内ポケットがついてるんですよ。それがなんか人気です。このセルリアンカフェに私たちも知ってる方が来たことがあるって聞いたんですけど、あれですね、南出さんブラキンの、はい、ブラブラしてました。よく南出さんこういう取材してますよ。おそうそうそう、ね、これブラキンの時、うん、南出さん持ってるんですよ。うちの母がレイちゃんが下げてたよっていうのを教えてもらって最初で、えって見たら本当やってレイちゃんがつけてるってめっちゃ嬉しかったです。うわ、似合ってます南出さん。坂本さん、この夏おすすめのアイテムが、うん、はい、こちらです。あ、かわいい。めっちゃかわいいんですよ。どんなところがポイントですか？夏限定でいつもこのレースの巾着がついたのを作ってます。すごいポイントになりますね。夏らしいですね、本当中のレースが、うん、ここで嬉しいお知らせ。来月17日でオープン1周年を迎えるセルリアンカフェでは、この日お店で1000円以上お買い物をした方に坂本さんが作ったデニムのコースターをプレゼントするそうです。ここからはセルリアンカフェのカフェメニューを紹介いただきます。まずはドリンクだそうですが、こちらは、ピーナッツバターラテって言います。初めて聞いたんですけど、うん、ピーナッツバターをエスプレッソと混ぜて、あとはそれをミルクに注いで作るあのメニューになってます。いただきます早速。おお初めて、初めまして。ピーナッツバターを飲んでますみたいな負けないくらいしっかりコーヒーの美味しさも際立ちますね。中原コーヒーさんの豆はもうあの焙煎後の2週間以内に絶対使わないといけないので、あ、ずっしりとした美味しさ、うん、甘み、幸せですね。シフォンケーキですけれども、たくさん種類がありますが、特におすすめは、新メニュー、うん、このコーヒーマーブルのティラミス風になってます。はい、米粉を使っていて、うん、この中は、マスカルポーネチーズクリームと、あの中原コーヒーのそのコーヒーを使ったコーヒークリームになってます。すごい、うん、持った感じがトロントロンなのが分かりますね。いただきます。口でほどけてきますね、生地が柔らかい。コーヒーの苦味とマスカルポーネの相性がいいですね。うん、そうなんですよ、うん、えっちゃんさんえっちゃん、はい、山下悦子さんが、私がブラキに出てるのをちょうどテレビで見て、はい、で私の家にいきなりピンポンって来たんですよきっかけなんですけどすごく幸せになれる美味しいシフォンケーキでご縁ですね。嬉しいです。美味しいです。あ、嬉しい、そう言っていただけるのが最高ですさらに一押しの一品があるそうですが、はい、こちらですね。はい、こちらですね、おかずシフォンっていう名前なんですけど、中には卵とハムとレタスが入ってて、で外側の生地にポツポツ、これは、それ黒胡椒です。あ、そうなんですね、はい、生地もおかず用に変えてらっしゃる、はい、へえ、うん、
お食事のシフォンケーキに仕上がってますね。はい、卵も美味しい、坂本さんのバッグや他にも可愛い雑貨、そして美味しいシフォンケーキやカフェメニュー、これからどんなお店にしていきたいですか？気軽にいろんな方が立ち寄れる店にしていきたいと思っています。